ツイステッドワンダーランド。ああ、もう普通に緊張するんですけど。どうして妖精ってこうも勝手なやつが多いわけ？似合ってるって言ってくれよ。この袖、物を隠せなくて手品向きじゃないんだよな。ま、今回のショーはそういう技使わないからいいけど。真っ白な衣装なんかつまんなそうって思ってたけど、刺繍とかアクセサリーのおかげ？いい感じ。さっき野生の蝶が花冠の方に寄ってきたぜ。作り物の蝶を仲間だと勘違いしたのか？面倒ごともパパッと解決してやろうじゃん。俺の活躍期待していいぜ。どうよ、この格好の俺。おい、こら。褒めながら笑うのやめろ。祝祭中は食べ物も出んのかな？あ、いや、手のひらサイズの妖精とかって普段何食ってんのか気になってさ。昔から父さんや兄貴と一緒に手品の練習してたし、手先の器用さには自信があるんだよね。朝食の時、スライハンドマジックでデュースの前から卵を消してみせたんだ。焦ってて面白かったわ。シルバー先輩は突然居眠りすることがあるって聞いたんだけど、さすがに作戦中は寝ないよな。そうそう、背中に入れた羽の刺繍にまでクルーエル先生のこだわりが詰まってんの。なんか手伝いたいって？なら頑張ってる俺をねぎらうのに肩でも揉んで。じゃあ今から30分よろしく。さあ、お集まりの皆様、ここからは瞬き厳禁。最後までどうぞお見逃しなく。